はい、ということでこちら2階のエレベーターホールです。エレベーターは1機ですね。でも階段ホールがすごく窓があるんで明るくて綺麗です。まあこんな感じにですね、フロアがなっててかなり独特なプラン構成ですね。今日泊まらせていただくお部屋、202号室ということで、ルームキーこんな感じでございます。はい、よいしょ。すごいですね、この会議室みたいなこれロビーですね。201号室あっちか。ここにですね、大浴場があるっぽいですね。はい、でここに、こういったねラウンドリーとか、あと製氷機、そして、電子レンジも置かれております。はい、ということでこちらですね、入ってみたいと思います。はい、入りました。おお、もうなんかね、あれの匂いがしますよ。あの畳のいい感じ。はい、ということで先ほど言ったみたいなこんなプランになっておりますが、まず入りまして下カーペットですね。面白いですね、カーペットになってるんですね。でここで段差があって、靴を脱いで上に上がる感じでしょうか。ちょっと上がってみたいと思います。でも上もね、さらにまたカーペットですね。なんか面白いですね。で、その先がですね、襖になってまして、今もう開いちゃってるんで、お部屋見えるようになっているので、お部屋ご紹介したいと思います。こんな感じでございます。じゃーん。なんか思ったより全然綺麗ですね。しかもなんかモダンな感じがします。はい、ということでちょっとですね、こんな感じでスイッチ入れると電気つきましたね。はい、という感じで見てください。天井がまたね、凝ってますよ。ちょっとここにホコリあるのは気になりますが、でもまあすごく、ね、竹と照明が埋め込んであるような感じで、とても素敵な天井です。襖がね、ちょっとなんか色あせたというか染みたような色になっているのは気にはなりますが、襖もすごいモダンですし、こんなね、なんていうかウーバーみたいな感じになったりしますね。ここ何があるんでしょうねはい、そしてここにちゃんとね、板の間もあります。はい、黒の板の間ですよ。でね、こういったウグイスみたいな絵が飾ってあって、下の方になんと浴衣が、すごいね、4人分いや5人分だ置かれております。ここ5人泊まれるってことですよね。逆を返せばこっちから見るとね、こんな感じなんですよ。どうでしょうか。なんかほんとめちゃモダンで素敵なお部屋ですよね。なんか微妙に天井斜めってんのか、それともあれか、プランが斜めってるからそう見える目の錯覚ですね。で、この広縁のようなところもカーペットになっていて、付けと一緒あります。窓もね、結構でかい窓ですね。はい、という感じで開けるともうほんと葛西臨海公園があるという、なんかめちゃくちゃ素敵なシチュエーションですよね。こんな緑が目の前にあって、これ最高ですねこれはなかなか、非日常的なシチュエーションでございます。で、こっちの方の角の方にはですね、こういった感じでバーコーナーになってまして、ミネラルウォーター、まあこれは一人分ですね。で、ピュアブラック、テスコムの、こういったね、電子ケトル、ここにもなんかね、額があります。で、ここにですね、コーヒーカップはないんですけども、お茶碗が2つ置かれていて、そこにですね、こういったね、インスタントの煎茶とほうじ茶を置かれております。で、あとね、右側にはこういった形で、あれですね、ガラスコップ4つ置かれております。製氷機の、こういったね、アイスを入れる、あれも置かれております。アイスペールも置かれております。で、下の方にはね、こういった形で、パナソニックの、ちょっとまあ古いですけども、ワンドアタイプの冷蔵庫という感じですかね。はい。うわ、でも氷も一応作るのかね。はい。2016年製と書かれております。
はい、そして、このね、10畳になるでしょうかね、この10畳の和室には真ん中にこういったね、でっかい、テーブルがありまして、座椅子が4つ置かれております。素敵です。で、このね、この板の間っぽいところにですね、テレビ台があって、そこにシャープの、どうでしょう、32インチかな、アコースのテレビ、ちょっと昔ですけども置かれております。はい、という感じになっております。エアコンもここに含まれててね、玄関の方を見るとこんな感じで十分でございます。そして、この、ドア、これは、クローゼットですね。すごいね。クローゼット、ハンガーも置かれております。こっちの方がですね、じゃーんと。お、広いなちょっと正面が。ごめんなさい。窓じゃない。鏡になってね、雪映っちゃうといけないんですけども、パナソニックのユニティ、それから丸い、洗面台ですね。そして、ここにアメニティがめちゃくちゃ豊富にございますよ。何人分あるんだって感じですね。4人分置かれてるのか。で、ここに、はい、運営してるのがオークラなんで、オークラの、はい、こういったね、素敵なタオル置かれております。はい、床はここだけクッションフロアになってますね。で、ここは引き戸になっていて、じゃん。これを開けると、なんと、こういった形でですね、同等社員のウォシュレットという感じになっております。これもなかなか素敵ですね。絵まで飾っております。はい、こういったね、手すりがあるのもね、高齢者にもいいですよね。ちょっと段差もないようになってます。で、じゃーん、なんと、こう大浴場あるんですけど、さらに、浴室があります。しかも、じゃーん、テレビ付きなんです。浴室乾燥機付きのテレビ付きのですね、ジャグジーバスですね。まあ、古いけど、でもすごいよね。当時だったらもうめちゃくちゃ画期的だったと思いますよね。鏡もね、こんな感じであるし、ここにね、トイレタリーが、クラッシェのでっかい、ものがあります。そして、シャワーも通った線という感じですね。まぁ、ちょっとシャワーね、ちっちゃいじゃないですか。ちょっと昔っぽいですけどもね。はい、以上になります。今回泊まらせていただいたお部屋、和室10畳のお部屋でございます。ベッドタイプはですね、マットレスがないので布団式になっております。食事なし泊まりで、広さの方が、43平方メートル。料金がですね、11,200 円という形でございます。選んだポイントは、こちらのね、ロケーション、まあ、公園の中にあるという特殊なロケーション、それからね、非常に広いというところで、今回予約はですね、じゃらん系で予約をさせていただいております。今回の部屋の平面図、こんな感じになっております。実はですね、ちょっと微妙に台形になっているので、ちょっとこういった、この直線ではないんですけども、ちょっとそこは、ご了承いただきたいと思います。はい、これで言うと右下がですねエントランス、入りましてですね右側の方にですね水回りになってます。3点セパレートで、手前から、ユニットバスでトイレ、洗面台という形で、分かれておりまして、そのエントランス入って正面の扉を開けるとですねそこから和室10畳になっているという感じですね。で、まあ広縁のような形になっている部分に、机セットが置かれているという感じになっております。202号室東向きの部屋、面積43平方メートル、天井高が271センチメートルの部屋になっております。数字で見るお部屋データです。はい、ということでね、今ちょっと触れたように天井が和室なんですけども、まあ他のね洋室ともね天井高合わせているんだと思いますが、やや高めになっております。開業してからは33年になる、老舗のホテルになっております。客室のバリエーションです。今回泊まらせていただいたこちらでいう一般和室というところ以外にですね、一般の洋室、それから特別和室、特別洋室というですね、より広くてですね、まあ、リッチなお部屋もあるという感じになっております。こちらのホテルこんな人向け、まあ、基本的にプライベート利用かなと思いますね。葛西臨海公園とかディズニーランドなどへ来た、旅行に来た人、あるいはね公園内のホテルに泊まってみたいというふうな方に向いてるかなというふうに思います。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。ホテルシーサイド江戸川はですね、葛西臨海公園の中にあるですね、江戸川区が運営するホテルになっております。ユッキーもね、区が運営するホテルって聞いたことなかったんですけども、そういった特殊なホテルになっております。葛西臨海公園といえばですね、大観覧車であったりとか、あとね水族館、が有名でございますが、まあ、そういった意味でね足を運ばれた方も少ないと思うんですけども、ここにねホテルがあるっていうのを知ってる人っていうのはね、実は、多くはないかもしれませんね。
このね、右側が、ユキが大下段下社から撮影した写真になっておりますけども、 R は対応したですね、3階建ての建物になっていまして、開業は1989年と、かなり古くなっております。まあ、運営はね、江戸川区が運営できないので、ホテルオークラエンタープライズというね、ホテルオークラのグループ会社に運営を委託しています。まあね、このホテルオークラエンタープライズっていうのは、こちらのホテル以外にも、まあ、レストランの運営なんかを受託している会社になっております。ホテルシーサイドエダワー内にはですね、まあ、ホテルオークラグループが運営するレストランであったりとか、あとね、宴会場、それから会議室なんかがあって、結婚式を曲げれるようになっているようでございます。あとはね、宿泊者専用の大浴場があるというのが PR ポイントになってます。ホテルシーサイドエダワーの最寄り駅はですね、京葉線の葛西臨海公園駅で、そこからはですね、徒歩3分ぐらいですね、葛西臨海公園の中央のメイン通りから少し東側にそれたところに立っています。エントランス2カ所にありまして、エントランスを入るとですね、吹き抜けの広いロビーが広がるという形になっております。あの、ちなみに、まあ、この近くにですね、大観覧車がありますんで、まあね、写真撮るとこんな感じでセットでね、写真が撮れるようになっています。こちらのね、ホテル、フロントはね、ちょっと狭いんですけども、まあ、部屋数が29室と小さいこともあったかもしれないですね。1組ずつチェックイン手続きをする形になっていました。お部屋の方はですね、まあ、まず43平方メートルとかなり広めなんで、まあ、1名ではですね、十分すぎるような広さでございましたね。まあ、和モダンなインテリアになっていて、天井もね、照明が埋め込まれていて、ちょっと凝ってる感じありましたね。まあ、10畳の和室の両サイドにですね、まあ、板の間みたいなのがある感じで、それとは別に広縁のようなスペースがあって、テーブルセットが置かれているというレイアウトになってます。まあ、唯一残念だったのはですね、なんかホームページにはね、こんな感じでバルコニー付きってですね、書いてあったのに対して、まあ、バルコニーがね、ないお部屋だったというところですかね。まあ、たまたまなんですかね、反対側のね、お部屋は、あの、外観から見ると全部バルコニーついてますね。窓は大きくて、窓からね、樹木とか公園が望めるというのが何より良かったですね。まあ、みぞれの方はバスと入れ洗面がそれぞれ独立している上にですね、バスはテレビ付きで、かつジャグジーのバスになってました。でトイレもね、人工室トイレ、まあ、洗面台も広いということで、まあ、この当時にしてはね、かなり進んだ先端を行くあれだったんじゃないかなというふうに思いますね。こちらのホテル2階には大浴場あります。中庭のようなスペースに面していてですね、ジャグジーがある浴槽でございました。またですね、こちらのホテルにはホテルオークラグループが運営する、洋食と中華両方出しているレストラン、それから会議と宴会場などシティホテル並みの機能を備えています。ただね、こちらのホテルの醍醐味は公園のど真ん中にあるという、この非日常的なロケーションかなというふうに思いますね。まあね、あの、ちょっとね、お散歩があったら外に出ればすぐ緑ありますし、観覧車に乗ったりですね、水族園、まあ水族園っていうんですけども、に行ったりすることができますし、まあ週末だとね、屋台なんかも出てるようで、食べ物を食べることもできます。雪材でございます。まあ設備はね、多少古いんですけども、まあ当時ではね、最先端であったろう人工式のトイレであったりとか、テレビ付きジャグジーバスなどが採用されてます。またね、館内にはコンセント付きデスクがあったりとか、カップヌードルの自販機があったり、あとね、ジュースの自動販売機も100円だったりと、まあなんていうんですかね、シティホテル並みの割には宿泊者に優しいのがすごく高評価でございました。ユキのレビューです。お部屋はね、まあ、非常に思ったより良かったということもあって、広さ、設備ともに5とさせていただきました。設備品は一通り揃っていたので4。水回りもですね、部屋の方も3点セパレートですし、大浴場もあったので4とさせていただきました。サービスの方は、まあ、無料のサービスはないんで、フロントのね、スタッフの対応とか良かったんですけども、3とさせていただいております。環境眺望は、まあ、駅からもそこそこ近くて、眺望もまあ良かったんで4とさせていただきました。良かった点、残念だった点を書かせていただいております。残念だった点はね、先ほど触れた、ホームページには記載はあるんだけど、実際にはバルコニーがなかったという点で、良かった点たくさんあるんですけども、今まで、とりあえず触れてますよね。書かせていただいております。はい、ということで、総合満足度、今回は、A とさせていただきました。ぶっちゃけね、もう一つ付加価値要素があれば、例えばね、ウェルカムドリンクがあるとかね、例えば、露天風呂とかね、サウナがあるとかあったら S になっててもおかしくないほど満足感高かったかなと思います。はい、知名度はね、高くないんですけども、この近辺にレジャーの際にはぜひね、候補の一つにしていただきたいと思います。お得でございます。今回妥当とさせていただきました。都内のね、この面積の広さと設備内容での料金であれば納得性あるかなというふうに思います。ランチを食べたところ、これシャーなんて言うんですよね、すいません、ちょっと
読み方チェックしてなかったんですけども、シャスズっていうんですか、シャレっていうんですか、はい、つけ麺屋さんですね。はい、大盛り、950円かな、いただきました。まあね、ちょっとね、フードコート内にあるんでね、なんていうのかな、そんなに高級感とかあるわけではないんですけども、まあ、味はそこそこだったかな、という感じでございます。はい、まあね、こちら、本当に、公園がね、すぐそばにあります。公園めちゃくちゃ広くてね、夜なんかも散歩してみたんですけど、こんな感じで、とても素敵な場所です。はい、ぜひね、機会があったら、泊まってみていただきたいな、というふうに思います。それではまた。